18年前ぐらい、もう忘れもしないですよ、これ。静岡まで飛んで、買い付けてきた記憶がございます。はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。三宅の積みプラシリーズ。今日は、こちら。ででん。タミヤさんの12分の1、ケータハムのスーパーセブンの BDR ですね。これ、すごいキットなんですよ。これ、本当に。僕、発売はね、何年なんだろうな。確かね、僕がね、専門学校行ってた時だから、19とか、20歳とかぐらいの時なので、何年前 ?18 年前ぐらい。はい。もう忘れもしないですよ、これ。僕ね、このね、スーパーセブンをですね、仕入れるためにですね、静岡のホビーショーに来ました。はい。親父がちょっと店を開けられなかったので、私が札幌の方から、静岡まで飛んで、三宅模型ということで、当時まだ働いてないんですけどね、単なる学生なんですけど、行って、現地で、確かね、かなり出荷数が少なくて、行かない店舗と行った店舗でね、結構こう取り分が違ったんですよ。で、どうしてもやっぱりこれを、何本も欲しいということで現地に行って、買い付けてきた記憶がございます。これね、何がすごいってね、よいしょ。これね、プラとね、実はね、外装ね、全部アルミなの。ほら。ね、これアルミのプレート。だんだんと入っても、プレスしてやってね、曲げてあるんですけど、これがね、もう素晴らしくてね、で、あと足回りとかもね、金属のパーツ入ってます。はい。で、こう開いてて、他にもね、細いパーツもいろいろ、ネジとかビス止めでやるところも多いからね、はい。これね、なんだ。座席のモケットとかはね、そういうシートついておりますしね。はい。いやー、プレートとかにもね、全部、リベットとかもね、全部再現されてるんですよ、このアルミのところに。素晴らしい。当時もね、超高級パーツ、マフラーとか煮物だ。当時もね、非常に金額がした模型ではあったんですけれども、これは今なんかね、何年か前に1回再生産かかったんだよな、これはな。当時がこれで19,800円、何年か前にかかった時には確か4万ぐらいになってたと思った。うわね、これ一発で抜けてるんですよ、プラのパーツですけど、これフレームは当時からしたらとんでもない技術だよね。これはね、作りたいね、本当にね。これ鋳造のホイール、本当にずっしりと重たいです。いやー、けど実際の車もね、これキットで売ってるような車なんで、やっぱりね、これはしかもタミヤさんのキットでしょ。ね、この当時のものにやっぱりビタビタきますからね。フロアカーペットとかも綺麗に貼ってね、仕上げたいね。さらに自分でパイピングとかしたらもっとすごいことになるんだろうな。エンジン一生懸命作り込んでもね、ボンネットつけたら見えなくなっちゃうんだけどね、やりたくなるスケールですよね。これ、この後にね、サークルフェンダー仕様とかね、その辺も出てはいるんですけれども、これが一番最初のキットですね。ステッカーとか、これか、そうか、このね、セブンのね、ボンネットにつくステッカーとかもここにピッと入ってるんですけれども、これ実物って尻尾焼きかなんかじゃなかったっけ、本物確か。これもすごいなんかちょっと立体感ある感じでいい感じになってますね。あとね、シートベルトの素材だったりとか、その辺も入ってます。これはね、ほんとね、時間かけてがっちり作りたいね。やっぱ憧れのキットだよね。さあ、僕はそのうちこれの制作動画を配信できるんでしょうか。はい、ということで今日はスーパーセブン BDR の紹介でした。はい、三宅模型では、Twitter、Instagram、Facebook、といろいろやってございます。フォロー、それから高評価、それからね YouTube の方はチャンネル登録していただけるとモチベーションも上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。